ニャの呪いは。最後の鬼が倒れた時、不意に辻屋の鍵が開いた。意を誤ったのはただの思い違い。クラウドを生け捕りにしろ。治療兵が現れたならば、クロードに吹きつける風はにわかに吹き出す。闇ガラス、これはわしがなくした巻物。イオの思惑を止める手立ては一つしかない。その魂を食われる前に僧侶たちを救うことだ。クロードに災難が。クロードは鳥居を抜けると怪しげな村に出た。その光景に思わず息を呑む。火の長老が遠くからクロードのことを見澄ましている。魔法を狙う狩人のごとく。闇ガラス、捕虜の体は無事であった。もはや手を。魂は塔に食われていた。捕虜の魂は救い損ねたが、イオの分身を打ち倒し税を退けた。イオの声はもう届かない。なれどイオは敗れたのか、もしくはすでに他の地へ狙いを定めたのだろうか。